はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の吉川です。それでは FP3 級 FP2 級合格の取説速習テキスト速習問題集の、紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は、こちらの FP3 級合格の取説速習テキストとこちらの速習問題集、そして FP2 級合格の取説速習テキストとこちらの速習問題集です。こちらにつきましては FP の試験合格を独学で目指す方に向けたレックの FP 合格のノウハウをぎゅっと詰め込んだ本です。 FP3 級と FP2 級は同じ構成になっていますので、今回は FP3 級を使用して説明いたします。まずは合格の取説速習テキストです。はい、こちらになります。まずは一つ目はこちらオールカラーとなっています。例えばこちらテキストの中でこちらですね、こちらがキャッシュフロー表の例になっています。例えばこちらの下のところになりますね。はい、こちらが A が年間収入、 B が年間支出、 C が年間収支、 D が貯蓄残高、そして E が変動率となっていますね。このように色分け、されていますので、こちらが見やすくなっていると思います。また今度は2つ目、ここは振り仮名いっぱいとなっています。こちらは例えばテキストの中で、はい、こちら見ていきましょう。ではここで1、社会保険の種類ということで、社会保険にはいろいろな保険がありますが、ここでは例えばですね、こちらに、医療保険ですとか介護保険、また年金保険があり、またその他には労災保険や雇用険などがある。このように振り仮名がいっぱい振ってありますので、学習しやすいと思います。そして、はい、こちらのテキスト3つ目、今度は2級も見えるということで、例えばこちらテキストの中にはこのようにこちらは FP3 級から FP2 級を目指す人のためのステップアップ講座が用意されています。こちらは3級レベルの問題で復習してみようとなっていますね。また、その他にはこのように2級ではこう出る高得ということで、2級の問題に挑戦してみようということで、実際のですね、2級の本試験問題、こちらの問題ここで確認することができます。はい、ではこちらのテキストのこちらのコンテンツ目次になります。学習ですね、こちらの FP についてはどんなことを学習していくのかというと、6科目を学習していきます。6科目というのはこちら、第1章ライフプランニングと資金計画、第2章がリスク管理、第3章が金融資産運用、そして第4章タックスプランニング、第5章が不動産、そして第6章が相続事業承継、この6つの科目を学習していきます。ではそれぞれの科目で学習する大きな柱3つずつご紹介をしていきたいと思います。まずは1科目目、こちらの第1章ライフプランニングと資金計画で学習する大きな柱3つ。まず1つ目は FP についてです。ここは例えばキャッシュフロー表ですとか個人バランスシート、そして6つの係数など学習していきます。2つ目の柱は人生の三大資金について。ここは人生には大切だと言われている3つの資金があります。三大資金は教育資金、住宅資金、老後資金について学習していきます。そして3つ目の柱が社会保険です。特に年金について詳しく学習をしていきます。そして
第2章リスク管理では何を学習していくのかというと、ここでは保険について学習していきます。保険は大きく分けると3つです。まず1つ目は第1分野の保険と言われています、生命保険について。2つ目は第2分野の保険と言われています、損害保険について。そして3つ目は医療保険やがん保険といった第3分野の保険。このように保険商品全般について詳しく学習をすることができます。この科目を学習することによって、ご自身のまたご家族の保険の見直しなどができるようになってきます。そしてこちら第3章金融資産運用。こちらで学習する大きな柱3つ、まず1つ目は経済と金融の基本。ここでは例えば GDP ですとか日銀短観、景気動向指数など学習をしていきます。2つ目の柱が貯蓄型金融商品です。例えば預貯金などについて見ていきます。そして3つ目の柱がこちら投資型金融商品と呼ばれるもの。この投資型金融商品というのは、例えば債券や株式ですね。この債券と株式が投資型金融商品の2大柱になります。そしてその応用編といえるのが投資信託。またその他には外貨建て金融商品といったように金融商品全般について学ぶことができます。そして第4章タックスプランニング。ここでは税金について学習していきます。税金は例えば所得税や個人住民税、個人事業税などがありますが、 FP では特に個人の方に関わりの深いこの所得税について詳しく学習をしていきます。そして第5章不動産で学習する大きな柱3つ。まず1つ目は不動産について、例えば不動産登記について詳しく見ていきます。2つ目の柱は不動産の税金について、不動産と税金は切っても切れない関係にあります。3つ目の柱は不動産の有効活用。このように不動産全般について学んでいきます。そして最後第6章相続需要承継で学習する大きな柱3つ。まず1つ目は相続の民法について学習をしていきます。2つ目の柱は税金2つ、相続の時に発生する相続税と、もう1つ贈与の時に発生する贈与税、この2つの税金について。そして3つ目の柱は財産の評価。このように相続発生の前にも後にも活かせる知識を学ぶことができます。このように6科目という幅広い分野の知識を身につけることができる資格、これが FP 資格です。ではこちらの本書の使い方と特徴ですね、こちらを見ていきましょう。はい。ではですね、まずは1番はじめのまとめということで、こちらではこの本書は全部で6つの分野になっています。それぞれの科目で何を勉強するかをはじめにまとめていますから、学ぶ目的を持って勉強ができます。ここは例えばこちらですね、第1章ライフプランニングと資金計画はじめのまとめです。ここでは各科目の全体像のイメージをつかむことができます。例えばこのライフプランと資金計画で学習する大きな柱3つ、こちらのですね、1つ目は FP 業務の基本について、そして2つ目の柱が人生の三大資金について。人生の三大資金は教育資金、住宅資金、老後資金です。そして試験では上の2つ、教育資金、住宅資金からの出題が多くなっています。そして3つ目の柱が社会保険の仕組み。このようにそれぞれの科目で学習する、こちらの全体像のイメージをですね、ここで掴むことができるようになっています。では本書の使い方と特徴、今度はこちらの下見てみましょう。2つ目本文です。こちらは文章で説明するだけではなく、表や図を使って分かりやすく説明します。重要なポイントは赤文字で表示されています。専門用語や読みづらい文字にはルビが振ってあります。ではここでは例えばこちらですね、テキストの中見てみましょう。はい。例えばこちらの下のところですね、ご覧ください。
ここでは2階建ての公的年金制度となっています。はい、こちら1階部分が国民年金基礎年金と呼ばれるもの。こちらは20歳以上60歳未満のすべての人が加入してきます。2階部分が厚生年金と呼ばれるもの。こちらは会社員や公務員の方が加入してきます。このように図を使って分かりやすく説明しています。またこちらの上の部分ですね、公的年金には日本に住んでいる、ここは20歳以上60歳未満ですね、ここは20歳以上60歳未満の40年間になりますの全ての人の加入が義務付けられた国民年金基礎年金と、会社員や公務員などが加入する厚生年金の2つがありますとありますね。このように重要なポイントは赤文字で表示されています。また読みにくい文字にはルビが振ってありますので、こちら学習しやすいと思います。では今度はこちら本書の使い方と特徴のこちらを見てみましょう。では3番のステップアップ講座です。こちらは3級から2級へステップアップを目指す人に向けたページです。3級と2級の解き方の違いや問題の深さが分かるようになっています。はい、例えばテキストの中では、はい、先ほどお話をしましたこちらですね、2級ではこう出る、こう解くということで、ここでは2級の国家試験の本試験問題ですね、こちら挑戦することができます。また、どういったレベルなのかということで、ここでですね、確認することができるようになっています。はい、では本書の使い方と特徴の、では今度はこちらの4番目見てみましょう。はい、ここでは4番は付属のお役立ちコーナー満載となっています。例えばここではワンポイントですとか、こちらナビゲーションですね、また用語の意味ですとか、レック先生のズバッと解説といったように学習の助けになる情報は、注釈で掲載されています。また学んだことを確認できる過去問チャレンジ、こちらも載せてあります。では例えばこちらですね、テキストの中にはこのように、はい、過去問チャレンジということで、こちら学んだことが試験ではどのように記載されているのかということを確認することができます。インプットしてすぐにですね、この問題にチャレンジすることができます。はい、こういった問題をどんどん解くことによってアウトプットする力がどんどんついていくと思います。はい、ではこちらですね、では今回こちらの下のところになります。はい、ここでは書籍購入者限定特典としまして、無料講義動画全編25回分がついています。この動画はより理解を深めるため、またより記憶に残すためにお使いください。次に合格の取説、こちらの速習問題集です。ではここでは本書を使った勉強の仕方、こちらをご覧ください。まずは左の上ですね、こちら1つ目、ここではチェックボックスとなっています。こちらは何度も解くことで、効果的な学習方法をですね、得ることができます。ここは最低でも3回分はですね、解いていただければと思います。このようにチェックできるようになっています。またその下は重要度としまして、こちら2つ目になります。 A から C まで、出題数による重要度がつけてあります。メリハリのある学習をすることができます。そしてこちらの上、はい、ここでは3つ目、問題と回答が一目でわかるということで、こちらはページをめくる必要はなく、すぐに回答がわかるようになっています。はい、見開きになっています。そして4つ目としましては、こちらの下、テキストへのリンクです。ここは問題を解いてみて、さらに詳しく調べてみたいと思ったら、このテキストの該当ページへすぐにアクセスできるようになっています。
問題を解いて分からなければテキストに戻る。この繰り返しでアウトプットする力がどんどんついていくと思います。こちらリンクされています。テキストがリンクされていますので、ここが非常に便利かなと思います。そして5番目、この下がレック先生のワンポイントとしまして、さらにもう一押し覚えておいた方が良いこと、また記載されているポイントはコラムで補足してあります。はい、ではこちらですね、ではこちら書籍購入者、限定特典としまして、特典1では全文アプリ付きになっています。こちらはアプリが付いていますので、こちらですね、隙間時間などに活用していただければと思います。非常にこちら便利だと思います。そして特典2としましては無料解説動画、全部で16回分付いています。この動画では試験によく出ている問題を解説しています。また計算するときのコツなどをお話ししていますので、ぜひですね、活用してください。この速習テキストと速習問題集をセットで使っていただくことで、より効果的に学んでいただけると思います。はい、それでは速習テキストと速習問題集の、説明を終わります。ありがとうございました。